私の名前はエリコ。パートとして働く主婦だ。私は2年前に夫のカズキと結婚して、夫婦円満の家庭を築いていた。カズキはとても優しい性格だったが、少し内気なところがあり、自分の思っていることを素直に伝えられない性格でもあった。結婚して1年を過ぎた頃、義母と同居することになった。最初は優しかった義母だったが、ちょっとエリコさん、家が汚いんじゃない？ちゃんと掃除してるの？すみません。今日はなんだか体調が悪くて。またそんな嘘つくの？そんな演技はいらないから、さっさとやってちょうだい。そんな、嘘なんてついてませんけど。はいはい。ほら、次の仕事だよ。私の60歳の誕生日を祝う会を盛大にやるんだよ。親戚や友人をうちに招いて、たくさんプレゼントをもらって、たくさん祝ってもらうの。だから、あなたの仕事はここに書き出してやったから、全部完璧にこなしてよ。ああ。そこに書き出された仕事の内容は、到底一人でできるようなことではなかった。全員への招待状作り、料理30品、家の掃除と飾り付け。せめて招待状は、お母さんが来てほしい方にご自分で書かれては？その方が心がこもって受け取られる方も嬉しいかと思うのですが。何？楽しようとしてるの？主役に仕事をさせるなんて聞いたことがないね。やっぱりエリコさんは優しさってものがないね。いや、お母さんの還暦祝い、心からお祝いさせていただきます。でも、この寮の仕事を完璧にこなせと言われましても、無理があると思いますけど。何が無理だ？私があなたの立場の時は全部ちゃんとこなしてたわよ。無理だと文句を言う前に可能な方法を探しなさい。はい、わかりました。そして義母の誕生日会当日。早く料理持ってきなさい。もうみんな待ってるわよ。はい。もうすぐできますので、待っててください。本当に段取りが悪い。なんでこんな使えない嫁なのかしら。すみません。ほら、エリコさん。さっさと洗い物を持っていけ。お母さんに嫁として認めてもらいたい。その思いで、これまで頑張ってきた。でも、やればやるほど義母は何かと罵ってくる。夫の和樹も見て見ぬふりで私を一切助けてくれない。私の限界が近づいていた。ごめん、遅くなっちゃった。でもお詫びに母さんの誕生日ケーキ買ってきたよ。みんなの分を切り分けるのは俺がやるね。いえ、お兄さんは早く皆さんの方へ行かれてください。お兄さんにそんなことをやらせたら、お母さんに何て言われるか。なんで？どうしたの、エリコさん。今日はお母さんの誕生日会だから、私が全部ちゃんとやらないといけないんです。それが、私に与えられた使命なんです。本当にどうしたの？こんな大人数が集まっているのに、一人じゃ大変でしょう。いえ、これがいつものことですから、私ができないのがダメなんです。俺にできることがあれば何でもするから。一体何があったの？実は。私も精神的にも限界が来ており、義兄に今まであったことを全部話した。そんなことが。こんなこと許されるはずがない。わかった。俺が何とかするよ。数分後。おい、エリコ。料理が遅すぎる。早くしろ。なんでそんなこともできないんだ。おい、お前ら。さっきから黙って聞いてれば、ふざけたことを言いやがって。何よ、どうしたのよ。せっかくの母さんの還暦を祝うために集まってもらったのに、雰囲気を悪くするかもしれませんが、あなたたちの誰一人、
この愚行を止めようともしなかったことが、俺は悲しい。兄さん。まずは、和樹。お前は自分を守ることばっかり考える前に、自分の愛する妻を守ることを考えろ。今のエリコさんを見てどう思う？エリコさんはもう心身ともに限界だよ。うん。ごめん。俺に謝ってもしょうがないだろう。エリコさんに謝らないといけないだろう。エリコ、ごめん。和樹、どうして私を助けてくれなかったんですか？それは、僕が弱いから、母さんに逆らえなくて。何言ってんだ？なんで私たちが悪いことになってるのよ。私たちは一つも間違ったこと言ってないわよ。よくも自信満々にそんなことが言えるな。和樹を大事にしてくれるお嫁さんがうちに来てくれたんだ。それをなぜ大切にできないのか。嫁の仕事は夫の両親を世話することだろう。それがまともにできない奴が悪い。はあ？嫁の仕事は夫と幸せな家庭を築いていくこと。それを邪魔してるのは母さんだろ。私がいつ邪魔をしたって言うんだ。和樹、もう恐れなくていい。ちゃんと言ってやれ。うん。母さん、エリコの休みを狙って毎日朝から雑用を押し付けてただろ。そのせいで僕がエリコと計画していた旅行もデートも全部行けなかった。エリコは毎日疲れてヘトヘトだった。僕も早くこの家から出てエリコと二人で暮らしたかった。そして子供もそろそろ欲しいなと思っていたけど、母さんがそんな暇を与えてくれなかった。和樹？そうだったの？全然知らなかった。ごめん、早く言うべきだった。僕が立ち上がらないといけなかったんだよね。ごめんね。はあ？何甘えたこと言ってんだい？それが嫁の仕事だろ。当たり前のことだよ。そういう弱い者いじめはやめろ。自分でできる家事や雑用もエリコさんに押し付けやがって。自分のことは自分でしろ。親父もなんとか言ってくれよ。確かに、お前が言っていることは間違っていない。私たちが間違っていた。そうだよな。母さんたちは嫁である人を家政婦みたいに扱ったんだから、その家政婦としての対価を支払うべきだ。そうだな。対価？お金ってこと？今までの話を聞く分だと、数十万じゃ収まらないな。今までのエリコさんの働きの分、ちゃんと支払うんだな。何よ。そんなお金払うわけないじゃないの。今お金を支払えば、めんどくさいことにはならないのにな。後でどうなるのかわからないのか？どういうことよ。エリコさんに、離婚と慰謝料を求める裁判を起こされたら、そんな金じゃ足りないだろうね。なんだって？エリコ、和樹と離婚して、慰謝料取ろうなんて恩知らずなこと考えてるのかい？それは。エリコさんは優しいから、そんなことは一度も考えたことないだろうから、俺が今教えてあげてるの。そういう方法もあるって。なんだって？嫌だよ。エリコと離婚なんて嫌だ。お前が選ぶ権利はないんだよ。元はといえば、お前がしっかりしてないからこんなことになったんだろ？愛する妻なら、ちゃんと守ってやれよ。そうだね。ごめん。ちゃんとエリコさんに謝れ。心を入れ替えることを誓え。エリコ、本当に僕が悪かった。これからエリコを一生守ると約束する。僕は母さんが怖くて、縮こまってただのヘタレだ。でも、これから生まれ変わるから、僕にはエリコしかいないんだ。世界一愛してる。だから離婚しないで。和樹の気持ちはわかってるよ。私も和樹のことを大事に思ってるよ。母さんも謝れ。謝るもんですか？私は悪くない。母さん。
自分だって嫁の立場でいたぶられる辛さを知っているんじゃないのか？だからじゃない。だから同じように、エリコが苦しむ姿を見たいんじゃないか。自分が辛い思いをしていたとき、おばあちゃんにどう思って欲しかったのさ。少しでいいから、ありがとうって言って欲しかったんじゃないのか？そんなこと覚えてないよ。嘘つくな。意地を張らずに、ちゃんと行動で示せよ。エリコさんにありがとうって言えよ。嫌だ。きっとあんただって、私にやり返したいって思ってるんでしょ。そんなこと、お母さんも大変な思いをされていたんですね。それはとても大変だったんですよね。私はお母さんに厳しく当たられて辛かったけど、お母さんを恨んではいません。それよりも、そんな辛い思いをされていたなんて考えもしなくて、気遣いが足りずにすみませんでした。ほんとエリコさんはいい人だよ。本当にこんな嫁さんをもらってよかったな。エリコさん。でも、私は悪くない。こいつが悪いのよ。え？どこまでも救われない人間だな。エリコさんの優しさを感じられないなんて、心を病んでるんじゃないの？私はまともよ。全然病んでなんかないわよ。こうなったら。その後、義母は暴力まで振るい、社会に適応できない凶暴性があるとして、精神病院に入院することになった。そして、義兄にみっちり叱られた和樹は、生まれ変わったように男気が増し、義母がいなくなったことで、実家のお父さんの世話まで焼いている。そして、私には新しい家族ができた。はぁ、あ、腰が痛むわ。よっこらしょっと。エリコはゆっくりしときな。膝掛けなら僕が持ってくるから。お腹を冷やさないためにも、あったかい飲み物も入れてくるね。カズキ、ありがとう。カズキは、思いやりにあふれたお父さんになってくれそうだ。私は今、たくさんの人に支えられながら、最高に幸せな日々を過ごしている。